一体何の権威、また誰の名によってこのことをしたのか。民の役人たち、長老たちよ、今日取り調べを受けているのは病人に対してした良い技、どうして癒されたかについてであるなら、あなた方もまたイスラエルの人々全体も知っていてもらいたい。この人が元気になってみんなの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺したのを神が死人の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのである。このイエスこそはあなた方家作りらに捨てられたが罪の頭石となった石なのである。この人による以外に救いはない。私たちを救える名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。あの人たちをどうしたらよかろうか。彼らによって著しい印が行われたことはエルサレム全体に知れ渡っているので否定しようもない。これ以上このことが民衆の間に広まらないように、今後はこの名によって一切誰にも語ってはいけないと脅してやろう。お前たちに命じておくが、イエスの名によって語ることも説くことも一切してはならない。この命令に従わなければ律法に応じて罰を与えることになるだろう。神よりもあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してもらいたい。私たちは自分の見たこと聞いたことを語らないわけにはいかない。警告した通りだ。